困ったな、参ったなこれ。おお、ここ曲がってここ浮いちゃってますもん。カクッつってこう、こうだから こんなイメージ。ああ、ここが高でこんななってます。本来はこう、うわーってそうするとこれがよく引っ張るんですよ。あ、ノーみたいな。そうそうそう、これが正常なんですけどね。嘘でしょ。本当ちょっとね、首肩なんだけど。首肩なんです。うん、首肩なんですよね。首肩なんです。うん。首肩なんです。無視です。無視よ。すごい無視されてる。うわ、ちょっと待って。これは。そう、こう痛いって感じたことないんですか。ね、ないんですか。はい。おかしいですね。痛いんでしょ、こう。痛いですね。はじめましての感じですか。はじめましって言いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いただきました。だからこれが膝を守ってるんですよ。膝を守ってるところがこんだけ張ると膝が壊れます。あ、ここやばいよこれ。え、やばいんですか。うん、ここに脂肪が溜まってるわ。脂肪が、うん、あのね、人間の体って不思議でね、あの痛いとこあるでしょ、はい、で負担がかかったりすると脂肪を持っていくんですよ。筋肉持っていきたいんだけどいかないから、はい、で脂肪が溜まってるとこって大体、まあ、負荷がかかってるとこです、はい、これそう、ここですね。ね、まだ序曲だから優しいもんよ。万年肩こりじゃ。万年肩こり。うん、すごいね。はい。はあ、ここに貼ってるの。あれ。これはすごいね。これすごいですか。年季入ってますよ。年季か。肩こりの年季はかなりあります、ね。あ、あります。ね。はあ、困ったもんだな。うわ。うわ、画角のとこだけどすんげー詰まってんの。でね、はい、どっから撮っていこうかって今な悩みながらやってそんなにですか。すごいですよ。結構つわものですね。結構つわもの。はい、肩はね、はい、半端ないぐらい。あ、よし、お、ここが下げたね。ここからスタートか。うん、あんまりその全部が全部ね、はい、もうガッチガチ固まってるんで、はい、入っていけないんですよ。あの僕の指とかこのセラミックが、はい、入っていくとかないんですよ。頭から潰していくような感じになっちゃうから、はい、取れないんですよ、はい、あのどったらいけない。ちょっと割れ目ができる。そこからこう入っていけるんですよ。こんな感じで、ここ割れ目があるんでここから入っていけるんですよね。お、はい、そしたら全部に影響が来てどん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 崩れていくんですが、なかなか。で、それが土台となってこれ首つないでるんですけど、こいつですね。やっとわっつってこと。はいはい。これこれ。これが虚筋つって首と肩をつなげているとこですね。こうあるんだね。はい、はい、ここですね。よ、これ。はいはい。あっちゃ、よし、ポキッつって取れたぞ。左でこれだからね。左でこれ。これあの、いやいや、そうじゃなくてあのね、全部やるつもりだったけど無理と思っちゃった。これ首でやっぱ確かに時間かかるわと思って。お、はいよ。あ、これやばいね。ごめん。頑張れ。これごめんね。よかったね。こういうところがあるとこっから崩していけるからね。嬉しくないの？で、これが頭痛俗に言う、いくよ。はい、はい、はい。これが頭痛の種。これこれこれ。みんながギャー言うところ。言うわこれ。言うわな。言うわこれ。本当にアウトだよこれ。本当にアウトだよ。
崩せないんだよ本当に。すごいね、守りが強固。隙が見つからないんですよ。困ったな。よしよし。あ、すんげえ上がらん。動かねえ。すごいね肩は。あ、本当にすごいですよ肩は。全然なんか褒められたかがない。褒めたつもり全くない。これ先生とか来るの分かりますよね。うん、分かる。これ普通だったら何やっとんかぐらいですね。触ってますぐらいのイメージがね。普通でマッサージだった。そうそうですね。ね、はい、それ押してくやつみたいな。ごめんネックレスラインか。いや本当にすごいよ。参ったなこれ。どっから崩そうかって。ああやっぱりここしかないのか。ここから崩すか。胸筋がねまだ少し動いてくれるからそこを崩していくしかないですね。ごめんね。はい、これです。はい、でこれで崩れる。よし入った。よしよし、これ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 、よし入っていった入っていった、よし入った、いいよ、よよしよし、ここ崩れたよ、ほら緩んだ。ああよかった、よかった。どうしようかと思った。緩まんかった。よし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 、あれがいったらもうここもいけるからね。ほらほらね、ほら行き出したでしょ。そうそうそう、行き出したでしょ。よし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 、あ、よし、ほら、入口、ほら、これ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 が取れ出すと楽になっていくんだけど、おかしすげえ。はあ、こいつを出すのに、やっと、やっと出た。やっとです。ほら、ほら、よいしょ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 、ああ、ほら、よいしょ、こいつだ。これはね、やってる人とね、やられてる人しか絶対わかんないから。中のグチングチンってやつね。はい、うん、やっと出だした。ここで綺麗に城郭がこれ出てるんですよ。ここに城郭があるんだけど、その際やっと入れられるようになった。さっきまで本当こんなの触れなかった。うん、はい、すごかったよ。骨盤先生の体メンテ。骨盤先生の体メンテ。そして系列店舗のご紹介です。神奈川県の新横浜鶴見、愛知県の稲沢にお店があります。ご来店お待ちしております。8月より。東京都八王子市に新店舗がオープンいたしました。皆様のご来店をお待ちしております。公式ホームページでは店舗の最新情報やブログを日々更新中です。ぜひチェックしてください。また整体の知識をもとにオリジナル商品の開発販売も行っております。ネットショップもぜひご覧ください。動画が面白いと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いいたします。